にゃんにゃん、どうもこんにちは、しゅん TBC のしゅんです。まったりゆったり浸透生活、集まれ動物の森パート86やっていきたいと思います。ってことで日付が変わったのでタイトル画面からっていつものような感じでやっていきます。それではプッシュ A。 皆さんおはようございます。ただいまの浸透の時刻は2020年7月29日水曜日の午前9時50分です。あ、ないんですね。お手押せなし。あ、いやー、タイダーバグ見てないんですよ。ごめんなさい。いやー、見てないんですよ。ごめんなさいねー。ん？そうですね。うん、なんか、ちょっと前にもやりませんでしたっけ？はーい。はい。では、またゆったりね、春闘生活やっていきましょう。ってことで、あ、パート86なのに、帽子が虹色だ。偶数カラーにしましょう。偶数カラーにチェンジ。ってことですね。今回のパート86はですね、ちょっと邪魔ですね。いけなかった。あ、なんか埋まってるよ。今日はですね、あれ、誰も来てませんね。くっそー、誰も来てないのか。そうかー。今日はですね、ちょっと、お金が貯まったのでね、家の増築をね、ちょっとね、しようかなと思います。いやー、5段階目かな ?4 段階目かな。では、ちょっとね、案内所行きましょう。はい、案内所に来ました。ではね、先にちょっとお金、どんな、あ、お金、持てない、あ、ATM 払ったんだね。マイルジェット、あ、昨日、タヌポート、やってなかった。ははは、やっちゃった。ですね。お金がね、1,125,390ベルございますので、すべて、銅の返済しようかなと思います。預金からですね。全額、プラス、じゃーん。ご利用ありがとうございました。やったー、どうも、返済したぞー。お手玉全部払い終わったー。5回目かなー。たぬききさーん、おー、昨日の全部払い終わったよー。あ、払い終わったよー。どうもどうも、うん。払いましたよ。いやー、今回だいぶちょっとかかったね。うん、そうですね。うん、足りないですね。お、まだまだ行きます。おー、ありがとうございます。やったね。うん。いや、今時間あるんですよ。今なんですよ。今。だから話してるんだよ。うん。はい。マイホームの相談。うん、マイホームの相談だもんね。どういった相談だもん。増築したいよ。うん。うん。おー、ドドンと2回。2階の電気やって、2階に、広めの大部屋、大部屋を作るだな、だなも。階が増えると、工事上へ。桁が1個増えちゃったー。1,248,000ベルのドン、いやー、なんか、1階のもうちょっと奥になんかできないかな、部屋。そしたら、そんなに工事費かからんと思うけど、まあ、お願いします。うん、はい、うん、わかりました。高いね。じゃあしずえさんに島の評判を聞きましょう。同人進行に聞きましょう。うん、しずえさん、うん、島の評判なんですか。うん、はい、しずえの評判、はい、五つ星ですか。四つ星にならないんですかね。そろそろ四つ星になってくれてもいいと思うんですけど。うん、知ってる。仲間聞いた。だって、堂々。うん。はい。うん。よくある。まあ、やっぱりサクリル？うん、物を飾っていく。うん。うん。わかりました。いや、まだまだってことですね。はい。はい。よーし。では、外にね、行きまーす。外に戻ってきました。です、ごめん。ですねー。あ、ちょっと、あ、持ってねえわ、多分。わーん。
そうだね、いっぱい持ち物いっぱいなんだ。ですね、新しいね、住民がやってくるんですよね。ちょっと新しい住民も挨拶しようかなと思います。あ、じゃあ、そうだね、ここ見ればよかったね。ボブっていう人がね、そう、昨日ちょっと交換になっちゃったんだよ。はい、今減っちゃってるね。で、新しく、昨日の動画でも、説明したかな。新しく、ちゃちゃまるっていう人がね、この家にやっていきます。いやー、なんか寂しいね。なんか初の住民で変わるからね。なんか寂しいなって気持ちがいっぱいあるんですけどね。まあ、ちょっとちょび入れ替えていってもいいかなとか思ったりもします。で、ここに新しくスロープができました。やったー。これでね、さらにね、なんか広がるかなと思います。おっと、おっと、なんか、ペーターが、ちょっとペーター？ペーター？何やってんの？ 何やってんだよ。いや、元気かな？自分元気かな？わからないよ。そうか、スロープできたことによって、なんか、ここにも住民遊びに来てますね。よし。では、今回のパートはこんな感じで終わりたいと思います。ちょっと次回のパートは何しようかな？考え中です。ということで、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。ツケス配信、ナチバ配信もやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。公式 LINE もありますので、その URL から友達追加よろしくお願いします。ファンクラブ、ファンクもありますので、下の URL から見ててもらえたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。